皆さん、こんにちは。名取天文台の畑です。今日は名取天文台の団体活動紹介や、現在力を入れて活動しているコロナ禍の YouTube ライブによるオンライン観望会、さらには2021年8月に予定しているオンライン観望会の予定についてもご紹介したいと思います。星空が好きな人が今日の話を通じてオンライン観望会に参加してみたいなと思っていただけたら嬉しいです。それでは、名取天文台の紹介から。名取天文台は子どもたちに体験を通じた学びを提供する移動式の天文台です。仙台高専やその他の大学などの学生によって構成されており、宮城県名取市の市民活動支援センターを中心に活動しています。組織は市民活動団体、任意団体で学校とは関係がない学外の組織です。活動費用は企業や一般の方々からのご支援によって成り立っています。それでは、名取天文台の活動についてお話しします。活動はコロナ前とコロナ禍で異なりますので、それぞれ分けてお話しします。コロナ前は自作プラネタリウムによるイベント開催が活動の中心でした。自作プラネタリウムによるイベント開催に向けて、電磁式プラネタリウムの完全自作に日々取り組んでおり、投影機の開発に必要な機械設計や回路設計などをすべて学生の手で行ってまいりました。電子式プラネタリウムを作るというのはなかなか大変で、たくさん毎日失敗があったんですが、そのうちのいくつかをご紹介したいと思います。一つ目はですね、本番中に太陽が西から昇ってしまったということが一回ありました。あとは、プラネタリウムドームがですね、本番の、朝ですね、が、来たら、倒壊していたっていうトラブルも、実はありました。そんなトラブルにもめげずですね、日々開発を続けて、投影機については、6回ぐらい改良を繰り返しました。移動式天文台としての役割を果たすべく、プラネタリウム上映に必要な機能を最低限持たせるということにプラスして、持ち運びができるという点に注目して開発を行っていました。プラネタリウムドームについても同様で、ドームは計5回改良を繰り返しました。こちらは移動式天文台を目指して、軽量で持ち運びが可能であるという点にプラスして、素早く展開ができるという点にも注目をして開発を行いました。それらの努力の結果、ドーム径6メートル、6等級まで8000個の星を映し出すことができる、プラネタリウムを完成させることができました。写真には今、冬の大三角が写っていますね。日周運動が再現可能であるのはもちろんのこと、地球上のどの地点の星空も映し出すことができます。また、移動式天文台として持ち運びが可能であるという利点も兼ね備えています。このプラネタリウムを使って、公民館、図書館、大型ショッピングセンターなど、名取市内各地でイベントを行い、合計1000人を超える子どもたちに星空を届けてきました。ここまでがコロナ前の活動についてです。では続いて、コロナ禍の YouTube ライブによるオンライン観望会についてお話しします。プラネタリウムイベントを開催してきた中で、アンケートで参加者の方から、本物の星空を見たいと、天体観望会も開催してほしいという声を数多くいただきました。そこで2020年の1月頃、天体観望会の開催を決定しました。天体観望会の開催を目指して、ビクセンさんとボーグさんから機材提供をいただいたり、今はサイトロンジャパンさんからもいただいてますけれども、機材提供をいただいたり、あとは名取市内での天体観望会の実現に向けて、開催候補地のピックアップと、あとそこに実際に望遠鏡を持って行って観測テストをするということを6か所ぐらいやりました。そして第1回開催場所との協議も進めていましたが、これをやっていたのが2020年1月から3月ということで、新型コロナウイルス流行の足跡が聞こえつつある時期かなというところです。で、そんな中でですね、やはりコロナウイルス感染症の流行が起こってしまい、対面型イベントの実施が困難になりました。そんな中でも、活動の継続を諦めるのではなく、コロナ流行下でも星空を届ける方法はないかということを、メンバーと相談しました。その結果、生み出されたのが YouTube ライブを活用したオンライン観望会です。オンライン観望会の目的は、天体観望の楽しさを遠隔地にいながら共有し、日本全国の人と天体ショーや天体観測を楽しむこととしました。そのために観望会の現場の空気感を伝えて、一緒に星空を楽しんでいる雰囲気を作ること、
さらには視聴者も参加して楽しめる観望会を作ることを目指しました。オンラインで、人と人との顔が見えないオンラインだからこそ、空気感や雰囲気といった観望会の臨場感を画面を通じてできるだけ伝えようという点に、力を入れました。そんな観望会の臨場感を伝えるために、天体の姿だけではなく、コントローラー画面を操作している様子や観測の様子を俯瞰するカメラを設置して、それからも配信を行いました。また視聴者も参加して楽しめる観望会を作るために、子どもでも初心者でも分かる解説を盛り込むこと、視聴者の皆様とチャットでたくさんお話をすること、そして視聴者の方から見たい天体のリクエストをいただき、リクエストの天体をすぐさま自動導入機能を使って、リクエストの天体に望遠鏡を向け、すぐに観察するというコーナーも設けました。コアファンからのですね、例えば M65 が見たいよっていうリクエストも大歓迎ですけれども、一般の方からも、例えば今一番綺麗に見える星団を教えてくださいといったリクエストも全然大歓迎です。さて、こんな工夫のもと実施したオンライン観望会ですが、これまでのダイジェストとしていくつかご紹介いたします。6月21日の部分日食オンライン観望会では、宮城県、愛知県、山口、鹿児島、全国4地点から部分日食の配信をするということを目指しました。実際にはですね、山口しか晴れずにですね、山口の A&B フォトエニフさんにご協力をいただきまして、日食の様子を、山口の様子を、見せていただくことができました。日食中継だけではなく、太陽クイズとしてクイズコーナーも取り入れました。8月13日には夏休みオンライン観望会として、木星と土星の姿を配信しました。この時は宮城県名取市の小学生から質問を募集して答えるという質問コーナーも設けました。10月6日の火星最接近オンライン観望会では、天体望遠鏡で火星の姿を配信するのはもちろんのこと、ステラナビゲーターを用いて火星から見た地球の姿を見に行こうという企画も行いました。このような有名な天文現象だけではなく、月1回程度でさまざまなオンライン観望会を開催しまして、星雲や星団、銀河の姿といったいろいろな美しい天体もオンライン観望会で取り上げてきました。では、ここで実際のオンライン観望会の様子を少しご覧いただきたいと思います。そのコメントの方で、北斗七星の絵の方から2番目の星に、周りに1つ小さい星があると聞いたので、行ってみたいですと。あ、本当ですか。北斗七あ星の絵の方から。ー、ミザールとアルゴルかな。どっちの方？絵の方から2番目の星か。2番あ、目の星。わかりました。ミザールとアルゴルかな。じゃあ、後でこれが見終わったら見に行ってみましょう。さあ、出てくるかな。あ、出てきましたね。あ、星が2つ並んで見えますね、確かに。もし晴れてる方がいらっしゃったら、庭からでも見てほしいんですけれども、北の方に北斗七星っていう柄杓の形をしている星の並びがあるんですが、その柄杓の形をしている、まあ、手に持つ方ですね、そっちから数えて2番目の星にですね、ミザールとアルゴル合ってるかな、アルコルって星があってですね、肉眼で見ると、目のいい人は分かれて見えるんですけど、目の悪い人には1個にしか見えないんですね。で、僕は今見るとですね、どう考えても1個にしか見えないんですけども、実はこの星、昔ですね、僕らって今視力検査ってしてると思うんですけれども、C の形をして上とか下とかいうやつでやってると思うんですけど、昔このミザールとアルコルが2つに見えるか見えないかで、兵士の視力検査をしていたっていうふうに言われてるんですよ。そうそう。まあ、ちょっとオンライン観望会の様子をピックアップしてみていただきましたけれども、この時はミザールとアルコルが見たいというリクエストをいただきまして、すぐに望遠鏡を向けて、まあ、解説とともにお送りしました。最近ではですね、2021年5月26日に皆既月食オンライン観望会を開催しまして、仙台高専のジュニアドクター育成塾という団体と協力をして、仙台高専の屋上から配信を行いました。最大で2200人の方に見ていただきまして、日本全国の方と皆既月食を楽しむことができました。これまでオンライン観望会は20回開催をしまして、3000名の方に参加をしていただきました。コロナ禍で人と会うのが難しく、人とのつながりを作るのが難しい世の中ではありますが、
星空を通じて日本全国の人とつながることができ、さらには日本全国の人と星空を楽しむことができたという点が、まあ、すごく良かったと思っています。しかし、まあ、オンライン観望会にはたくさんの苦労ももちろんありまして、最も苦労したことはですね、というか今苦労してるんですけれども、配信に耐える安定的なネット環境を準備することです。美しい星空を配信するためには、空の暗いところから配信するというのが重要になります。一方で山奥では配信が安定しないというこの2つの相反することを両立させる必要がありました。そんな中で今も試行錯誤を続けている、状態ではありますが、現段階での解説方法は配信前にテストをひたすら繰り返し、予定されている配信地で問題なく配信ができるか、事前に確かめる。さらにはネットワークを複数用意し、予定されている配信地でどのキャリアが最も安定するのかというのを事前に確かめるという2つの戦略をとっています。複数回線を束ねて使用するという方法もありますが、現状効果で手が出ていないのが実情です。もしよろしければ名取天文台のオンライン観望会をご支援していただけたら嬉しいです。毎月500円からご支援可能ですが、いつでも抜けることは可能です。よろしければ名取天文台コミュニティで検索してみてください。いただいた資金はオンライン観望会の配信の安定化を含むオンライン観望会をより良くするための資金として大切に使わせていただきます。それでは最後に2021年8月オンライン観望会についてご紹介します。まず8月12日木曜日21時からはペルセウス座流星群のオンライン観望会を開催します。名取天文台広報 YouTube チャンネルにて、天の川が見えるほどの美しい星空から流れ星を見ようということを目指しています。今頑張って配信テストをやっているところです。またそれ以外にもたくさんのオンライン観望会を8月に予定しています。スカイマックス180による月面散歩土星木星観察というのを予定しています。また FL55SS による夏の星雲星団観察として、例えば北アメリカ星雲とか、サンレス星雲とか、夏に見える美しいたくさんの星雲星団の観察をする予定です。さらにチャレンジ企画ということで、 ISS の拡大配信に挑戦できないかってことを今考えています。撮影はですね、一応したことがあって、まあ、ちょっとなんとなく太陽光パネルの様子がわかるかなっていうぐらいの撮影はできてるんですけれども、これを実際に配信できないかということで、太陽光パネルが動いていて、まあ、ちょっと回転もしつつ日本上空を飛行する様子っていうのを、まあ、拡大して配信ができないかということを考えています。またオンライン観望会とは異なりますが、毎週日曜日の21時からラジオ配信を行っています。名取天文台のコスモカフェという番組名で、名取天文台のメンバーが宇宙についての話題を週に1回お届けする30分間です。時折ゲストの方にも来ていただきまして、さまざまな宇宙や星空の話をお話ししています。皆様のオンライン観望会のご参加をお待ちしております。チャンネル登録ももしよろしければよろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。はい、畑さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか素晴らしい活動されていて、デジタルネイティブな世代はここまで進んでるな進んでるんだなと思いました。そうですね、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。